世田谷区立大倉運動公園陸上競技場は東京都世田谷区の世田谷区立大倉運動公園内にある陸上競技場である東京都立木沼公園に隣接している1962年12月会場隣接する大倉団地との境界に設置されているモニュメントには世田谷区立大倉運動公園のプレートがあり区の案内表記等では 区立総合運動場とされているため、大倉総合運動場とも呼ばれる。施設は世田谷区が所有し、公益財団法人世田谷スポーツ振興財団が指定管理者として運営管理を行っている。団体の貸し切り利用がない時間帯では、200円から360円の料金で個人利用が可能である。フィールド部の三芝府の養生のため2月から5月は、 利用不可となっている。2013年から天然芝フィールドを使用して、女子サッカースフィーダ世田谷 FC のホームゲームが開催されているが、一般向けにはサッカー投球2種目での貸し出しはしていない。2014年11月27日には、2020年東京オリンピックのアメリカ代表選手団のキャンプ地として使用することが内定している。メインスタンド髪型より、 撮影体育館外観、世田谷区スポーツ振興財団ウェブサイトより、ありがとうございます。